殿様ガエル、アマガエル、カエルにいろいろあるけれど、この世で一匹平面ガエルのピョン吉様はピョンピョンピョンとは鳴かないで、根性根性と根性泣いて笑って喧嘩して、憎いよこのど根性ガエル、どっこい生きてるシャツの中。私には主人も子供もいます、忘れてください。ナミコさん、泣かないでください。ナミコさん、私たちは会わなければよかったんです。タケオさん、ナミコさん、ヒロシ早く早く、わかってるって。やろこトンボロテレビショー、いってろってな。うわ、ヒロシ、お前なんてこと。あ、やっちゃった。ギャハハハハ、無理だわさ。無理だわさなんて言わないで、なんとか直してよ。なんとか直せったって、こったら旧式の白黒テレビは直さないというもんだわさ。ほらよ、おお、出すで。ギャハハハ、遅れちょるんだわさ、君んとこは。見るだわさ、あのニュータイプのカラーテレビを。今や世の中はカラーテレビ時代だわさ。ギャハハハハ、バカめ、バカめ。クソ、バカにしやがって。俺だって好きで今までこのポンコツのテレビ見てたんじゃねえ。そうだそうだ、仕方がないから我慢して見てたんだい。それを人の気も知らねえで笑い物にしやがって。ギャハハハハ、おい、ヒロシ、よう逃げかて。何がおかしい。いい、ヒロシ、おめえ今時珍しいガラクタテレビ買っついちゃってよ。ポンコツ屋にでも持ってくのかよ。ポンコツ屋だと、バカよ。このテレビはな、たとえガラクタでもヒロシんちにはたった一つの。そうとも、ポンコツ屋に持ってくところだぜ。ねえ、無理しよってからによ。今日、噂をすれば来たぜ。ポンコツ屋やで、ポンコツ屋やで、ヒロシ、ポンコツ屋やで。あ、ポンコツ屋さん、いいところに来たぜ。これ持ってってくれよ。あ、毎度どうも、おおきに。ボン、このテレビ直したらまだ使えますし。いや、何言って言って。俺っちよ、新しいカラーテレビ買うから。へへへ、かっこつけたからって。もう、おい、聞いたか、カラーテレビだってよ、色付きのテレビだ。ヒロシんちがカラーテレビな、親分とこはさしずめ、映画館が買えます。おー、いいこと言うな。で、へへへへ、ちくしょーか。どうせヒロシんちは貧乏だよ、カラーテレビを買えませんよ。あんちゃんら、カラーテレビ欲しいんだか。あ、欲しい、死ぬほど欲しい。さよか、よろしゅうま。ほんならこのポンコツ太郎があんさんらにそのカラーテレビを世話しましょう。え、世話するってただでね。なんでこりゃ、俺っちよりひでえじゃねえかよ。ヒロシ、ヒロシ、屋根屋根屋根を見てみろよ。なんだよ、ピョン吉、屋根見ろって。ああ、カラーってな。ヒロシ君、遠慮せんと入んなさい。はあ、わかりやした。さあ、どれでもええで、気に入ったのを持ってっておくんな。あれ、しかし、ポンコツさん、どうしてこんなにカラーテレビを。カラーテレビだけやないで、みんな晴れこっちゃお。
ちゃにはステレオが5台、扇風機が10台、それからこっちゃにはクーラーが2台もある。それだけやおまへんで、台所を見なはれ、台所。え、すげえ、冷蔵庫が6台。広広し、電子レンジまであるぞ。大したもんやろ。どうしてこんなにたくさん買ったの？買うわけないやろ、そんなに銭あるわけないじゃんか。じゃあ盗んだの？じゃあ、わいがんなことする人間に見えるか。ひろたんや。ひろたん？そや、町でな、元はといえばこいつらみんな町の人が捨てたポンコツなんや。ポンコツ？驚くことないやろ、わいはポンコツじゃや。ポンコツを集めんのが商売やがな。嘘やと思うたらこっち見てみいな。ほれ、はあ、これが全部ポンコツ。せやがな、世の中豊かになって使い捨て時代っちゅうやっちゃ、ちょっと壊れるとすぐ捨てる。見てみな、昨日は自動車まで拾ったがな。すげえな、南先生のボロ車よりよっぽどいいや。すげえな。まあこういうわけで、このポンコツ太郎にとってはカラーテレビの1台や2台どうっちゅうこともないわけや。さあ好きなの持っていきなはれ。いらねえ、いらねえ。いらねえってカラーテレビ欲しいないのか。おじさん、俺たちもポンコツ屋やるよ。ポンコツ屋なんて簡単なもんさ。ポンコツお払いって街を歩きゃいいんだもんな。そうよ、ちょっとポンコツお払いって街歩きゃカラーテレビの1台や2台ね。どうい、ポンコツやっちもんやな。そんなに甘いもんやないで。わいかてこの使い捨て時代にポンコツ生活25年苦労に苦労を重ねてやっと今日を築いたんや。それをお花のど素人。じゃかし、いいか、男ひろしにできないことはないんだ。そうだ、ど根性ガエルのピョン吉だぞ。ほな、ほんまにカラテレビいらんのやな。くどい、俺たち自分で探す。世話になったな、ポンコツ太郎。男の意志は。ひろしとピョン吉とやらなかなかええ根性してるけど、根性だけじゃポンコツ屋は務まらんで。モグラ、魚の配達も楽じゃねえの。そうでやすね。ところで親分、ヒロシんち本当にカラーテレビ買いやしたかね。アホんだれ、そんなことがあってたまるか。あの野郎、今頃ポンコツ、ポンコツ。見ろ見ろ、カラーテレビどころかポンコツ屋始めたんだ。なりおかしい、よっしゃ。にゃー、ポンコツ太郎の世にはいかねえもんだよな。ポンコツ、よーひろし、面白い商売始めたな。梅さん、笑い事じゃねえ。そうだよ、カラーテレビがかかってんだぞ。カラーテレビ、そういうことか。えれ、こっち軽薄なる使い捨て時代にポンコツカラーテレビを探して役立たせようと見上げた根性だ。よし、任せとけ。ヒロシポンコツだ、持ってけ。梅さん、これは店にある客用の。言ってことよ、この俺がポンコツだと言ってるんだ。さあ持ってけ。うめえ、てめえは店の大事な商売道具をなんてことしやがるんだ。この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 これには美しい美談が。このくそー、ひでえことしやがった、あの分からずあの励み。梅さん、もういいや。そうだよ、僕らもポンコツ屋は諦めるよ。何言うんで、せっかくやりかけた意義あるポンコツ屋だ。最後まで頑張るんで。だって肝心のポンコツカラーテレビなんてないんだもん。いやいや、カラーテレビと言うからいけねえんで。何でもいいからポンコツ屋だと言えば、どっかの当てもんが間違ってカラーテレビ持ってくるんだ。見てろい。下町団地の皆様、毎度おなじみのポンコツ屋です。ご家庭でご不要になられたポンコツなら何でも引き取ります。ゴミ屋に出すにも、ちり紙交換に出すにも、どうにもこうにも始末の悪い大物ポンコツを何でも結構と、ポンコツ屋が何でも引き取りますです。ガラクタばっかりでカラーテレビなんてないぜ。あった
あったぞ、カラテレビ。よかった。なんでカラじゃねえか。梅さん、カラじゃないか。だからよ、カラテレビじゃないか。どうこれ。それだ。こんなことならあん時ポンコツ太郎から素直にカラーテレビもらっときゃよかったな。今さらもらいに行くなんて恥ずかしいしな。しかし俺たちにはもう白黒テレビもねえんだぞ。一個待て、ヒロシ、あそこ見ろよ。え、あー、ポンコツの山だ。どんな金持ちが捨てたんだろう。みんな新しいものばっかりだぜ。そんなことどうだっていいや。見ろ、冷蔵庫に捨てるようにタンス。あ、カラーテレビだ。ヒロシ、早く早く。よし、来た。にゃにゃにゃに。さあ行くぞ、ピョキシ。よし。おにょれ、うちの大事なリアカーにあんなたくさん荷物を乗っけて壊れるぞ。待て。いやー、ないざます。宅の引っ越し荷物が消えたざます。なんとなんと。するとヒロシらつが積んでったのは引っ越しの荷物。うにゃ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 。ひょー、やったぞ、ピョキシ。カラーテレビもステレオも欲しいものは何でもあるぞ。成功成功。泥棒、ひろし泥棒。ロボ？出すんで。この泥棒め。宅の荷物だま、渡すわざます。引っ越しの荷物？それカッパらって逃げたんだろ。まったく今時の中学生と来たら。待ってくれよ。知らなかったんだよ。抜かすな、この極悪非道にめ。気の毒にせやからワイが言うたやないか。ポンコツやいうもんはそんな優しいもんやないんや。ただいま、母ちゃん。あのテレビ古いから買えないとダメだと。ヒロシ、どこ行ってたんだよ。大変だよ。ヒロシ、大変だ。カラーテレビだ。カラーテレビ？ああ、ほんとだ。そうなんだよ。たった今ね、ポンコツ屋さんがお前たちに行って置いてったんだよ。ね、名前はなんて言ったっけね。ポンコツ太郎だ。開いた。そいつもぶつかってばかりいられるかってんで。やったー、やったー。あれ、なんだあの丸いもん。カメだぜ。おい、そのカメ拾っておくれ。よし、人助けだ、捕まえてやるぜ。こらこら、カメよ、カメさんよ、待ちやがれ。ちょっと、いや、坊や、すみませんね。全部捕まえたぜ。これから夜店持っていくところでね。これに逃げられると商売上がったりだ。どう？痛い。あれれ、なんだいこのカメ、早く取ってくれ。あれれ、これただのカメじゃねえ、スッポンだ。スッポン、スッポンってなんだい。これも見るの初めてだよ。とにかく取ってくれよ、痛いよ。ほんとやつは一度噛みついたらなかなか離れねえからな。取れんな。変なのに食いつかれちゃったな。痛えよ、早く取ってくれったら。痛え。俺も手伝うぜ。もともと俺の祖母から始まったこった。痛え。取れたぞ。取れたは取れたけど、なんだかお腹がヒリヒリするよ。あれや、いやいや、ピョン吉にへそができた。しっかりしろよ、ピョキシ。でもさ、痛くて、ヒロシ、薬はまだから。あ、いや、待たせたな、ピョキシ。ヒロシ、特効薬ってのはできたのか。早く塗ってくれ。よし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 、待て待て待て。いいか、おら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 、痺る。本当に効くのかい、この薬。多分な。でもひどくピリピリするよ。あら、そうだよ。ごま油にひまし油、赤チンに唐辛子に練りわさびだもんな。なにくー、もうやめてくれ。よ、
根性ど根性、じっと我慢のパンキシだな。でも何かジンジンしてきたぞ。ああ大変だ。わあ、まるでデベソだ。平面ガエルに立体デベソ。本当でやんす。足のより立派でやんす。にくにくに。よし来た。そんなに言うならこの梅が。思い切ってバッサリ。あバカバカバカ、そんなむごいことやめてくれ。覚悟。待て待て、いいことがあるぞみんな。残酷だ。どうしてくれよか。そんな先生、どうしたもんかな。教師生活25年にしてこんな難しい問題に出会うとは。おどかすね。諦めなピョン吉、ほっときゃ自然に治るだろ。そんな無責任の。しかしなんでやんすね、こんな立派なデベスを取るなんてもったいないような気もするでやんす。あっしもそう思ってたんでさ。なるほど、これは生物学的見地から見て類稀なる一大事件じゃよ。いっそのこと、このデベスをあっしらで育ててみてはどうでやんしょ。それもそうだな、せっかくできたものを引っ込めることはねえよな。ピョン吉のデベスを守る会でやんす。冗談言うない。そうだ、わしはカメラを撮ってくる。ぜひとも記念に写真を一枚。へそのあるカエルっていうニュースが全国に知れ渡れば、これは世界中から一目見たいって言って押し寄せるでやんすよ。そうなりゃ俺は有名人。なんてたってピョン吉育ての親だもんな俺は。想像なんてできちゃってもう先輩にくいにくい。上野の西郷さんのように犬はいねえからタヌキで間に合わせるか。先輩。ほんの冗談冗談だよバカ。長生きするよ広島。うわらせ、おめえのために心配してやってんじゃねえかよ。虐待だ侮辱だ、梅さん助けて。そうだ、なんだ急に。そのデベソをもう少しでっかくしてからこの梅に譲っちゃもらえねえか。一体なんで。ま、話を聞いてくんねえ。実はあっしが人形ならぬ世話になったどんぐり学園の園長先生がいつも持病の神経痛でおいたわしい限り、もしかして世にも稀なカエルのへそを寿司にして食わせれば持病に効くかもと死を思うこの梅の気持ち、分かってやってくんねえ。裏切り者、何が死を思う気持ちだ。人の気持ちも知らないで。待て待て、それならな、俺の大学の親友で生物学の専門がいるんだがな、そいつがへそのあるカエルを発見したとなりゃ、これは博士論文ものだ。これは一つ俺の友情のためにアルコール漬けの標本にな。もうみんな勝手なことばかり言って頼まねえや。さねえぞ。なんてったって園長先生の尊いお口に入る大切なデベソだ。テロをよくしなくちゃな。標本だって大きい方がいい。ひろし、なんとかしてくれよ。銅像のモデルとしてもでっかい方が貫禄がね。あーバカ、この人でなしどもめ。あっしもうんぜ。うわこら、研究材料に理想的なサイズ。南先生、そらねえよ。こら、園長先生の大事な寿司のネタ。違うわい。これは銅像となって後世に残るピョン吉と俺のシンボルだい。何し。いけるか、こっちです。おー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 。待て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 、何されるか分かってもちゃねえ。そこに気をつけろ、銅像よ、流れも。研究材料、待て。寿司ネタ。待て待て。隠れやがったな。あそこだ。頭隠してへそ隠さずってやつでやす。なんでゴリラエモのデベソか。いや、おのれ何の恨みがあってわしのデベソを。先生だとて容赦せんぞ。いやいや、これには訳がある。いや、問答無用だ。デベソ違いだよ。待て、ま
待て待てバカにしようって待てーふぅーザマーカンカンカッパのへーだん？はいそのままそのままいやだよーはい一枚でいいからいいとこですよ待て待て待て、はい、待て待て待てほらチーズあーあー何が気づかないいやだよ助けてーあーそれはなんだピョン吉またも強敵まさしくそれはデベッソついに見つけたデベッソの友よ俺は長い間孤独だったそうかゴリライモもデベッソだったっけこいつのおかげでどんなに苦労し馬鹿にされたことかこれからは仲良くしようなありがとうよゴリライモそう言ってくれるのは君一人だそれにしても先生まで一緒になってけしからんよしわしが天に代わって懲らしめてやるなんだか変だぞ逃げた方が待てだ川だまたらしゃいわっ先生に暴力を売る気か先生だからデベソをいじめてもいいということはないぞぞ親友のピョン吉をひどい目に合わせて許せん許せんのだわあ久しぶりにせいせいしたわいのピョン吉ひろしひろしひろしヒロシヒロシが浮かんでこないヒロシは泳げないんだピョン吉ピョン吉そうかどんなにひどい目に遭わされてもヒロシのことになるとヒロシ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 ギュンギュン教室生活25年わしは何ということをしたんだろうどうヒロシヒロシ、大丈夫かヒロシ、俺しっかりせよ大丈夫でやんすかここどこヒロシのバカマン巨吉が助けてくれなければ今頃は助けてあ、巨吉ああ水の中でこんなのに食いつかれたんだまさかよーしとってやぞいやよーしいい標本になったのに寿司もパオかごめんよピョン吉よろしく頼むぜヒロシ唯一の友を失ってしまったんはてゴリライモのやつさあ亀よご承知あけわしのへそも食ってくれおいおいヒコマット出てくれほれ早くかじってくれゴリラの餌まずいんだよ記念に一枚ピョコンペタンピッタンコ来週は秋も近し人を恋しくなるからでやんすよピョコちゃんの下駄箱にラブレターが入っていたこの手紙誰からだと思いますなんとゴリライモから頭に来たヒロシ先輩ついに決闘でやんすさて来週のナイターバースデーの巻京子ちゃんは俺のものの巻また会うでやんすピョン吉がえるわど根性がえる秋は東京でイチョウの並木ベベベベルが鳴ってもテストは白紙
しない。